1977年の田分かり乗降場と、周囲約500メートル範囲。上右が、市別線中市別方向。上左が、専門本線ばしり方面。駅の標茶側に踏切。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成田和駅は、北海道川上郡標茶町ざ田,田和に、 かつて設置されていた、北海道旅客鉄道市別線の駅である。宿命より、釧路川の東支流の名称でもある。名称由来について、アイヌ語研究者の山田秀蔵は、丘陵線のたわんだところを指す和語、たわによるとした上で、松浦ずに、それらしい川名があるので、アイヌ語かもしれないとしている。アイヌ語由来説については、一説には、カラフトアイヌの言葉で、 木肌の実を取る木鍵を表すとされる、タッパが変化したものとされている。短式ホーム一面一線を有する無人駅で、もともとは仮上工場だったことから、木造木板張りの簡易型ホームが、北西側にホームへの階段手前に、待合室が設けられていた。なお、この駅の近くには、専門本線が走っているものの、専門本線側に当駅が設けられることはなかった。 タワの集落がある、タカ仮上工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。